予言の書を書いていただいたじゃないですか、はいはい、まさにその通りぐらいに今のところ全てがこう進んでるって、うん、大体そんなもんだよ。治るの近況を一言でいただいてですか。まず0時募集で、8人オープンしたんですけど、今の現状でいうと銀座以外はもう全部黒字化してると。ほう。一次説明会の時に0時募集2敗1分けみたいな、はい、7件やって4勝2敗1引き分けだったんですけど、2敗が銀座とどこでしたっけ。銀座と飯田橋ですね。飯田橋が今言っちゃったけど、飯田橋が黒字化。そうです。すごいじゃん。1分けは千葉ですね。千葉も黒いか。そうです。すごいじゃん。銀座だけちょっとまだ苦戦してて、今ギリギリ銀座のオーナーさんはけどすごく満足してくれてる方なんで加盟説明会の最後にみんな加盟してくださいって言ってくれるね。すごくいい人ですよね。そうですね。今でもめちゃくちゃ盛り上げてもらってます。あ、そうなんですか。面白い方ですよね。ナオルの面白いオーナーをぜひね呼びましょう。一回本当ですか。誰でもいいですよ。出たいっていう人すでに3人ぐらいいるんですよ。どんどん出ていきましょう。あ、本当ですか。どんどん出たらいい、うん、それこそ今回また2位目3位目と連続して出店いただく北海道で生活になってるオーナーもぜひ、うん、それがねいい話だよね。だって自分で整骨院やられてんだから自力で作れるでしょみたいな、うん、そういう方がわざわざ加盟してるっていうことを全国にお伝えしたいんで、ぜひご出演いただきたいですね、うん、そういうふうに言って1個しかやらない人が多いんですよ、うん、だからそういうのっていうのは話半分の半分ぐらいに聞いとかなきゃいけないって僕なんか思うわけですよ、うん、はい、最初はそう言ってるけど1個やってやっぱり自分でやった方がいいなって利益額とか言ったらねと思ってならないんだけど、ちゃんと言った通りにパンパンで出てってるっていうのはすごいなと思う。どんどん黒字化してるのはすごいですね。2月1日も2店舗次一次募集でオープンするんですけど、はい、そのうちの一つもすでにもう予約枠が全部埋まって第2弾プレオープンみたいな形で待つぐらいいい感じに出来上がってると、うん、どこにできるんですか。東京の新バンバっていうところと、うん、あとは京都の四条烏丸、ね、この京都のオーナーさんね、なかなか強烈でしょう。すごいね、素敵なオーナーさんですね。僕好きです。もう素敵と言いましたかオーナー面談の時やっぱ僕も食い気味にいろんな話聞いちゃいましたからね。何がすごいってエイバーフランチャイズのこの支援企業にいくら突っ込むんですか、あの方は。でも選んでますよ、全部やるって話じゃないからね、けど3つ4つやられるんですか。うん、3つぐらいはいくね。それもすごい嬉しいなっていう素敵なオーナーさんです。3月にオープンするのが沖縄と愛知ですね。4月は4月が今群馬の太田エリアで検討します。すごいね。4月ぐらいまでそこら辺はまだまだ増えますね。物件見つけてるのが結構進んでるんで。そうですね、物件探索中が多いんで、はい、しかもその中でオーナーさんでまた素敵なお仕事の方がいらっしゃるそうで。そうなんですよ。どんな方がいらっしゃるんですか。愛知をやっていただけるのは整形外科医、はあ、ドクターがやってくれることなんです。お医者様が、ね、はい、すごいね。すでにセミナー1回コラボでさせてもらったんですけど、その反響もすごい良くてですね、しかもその方経由で次股関節の専門家とか足関節の専門家みたいな人の医師のコミュニティにもこう混ぜていただけるような形につながっていて、すごいいい展開じゃないですか。治るの技術力がどんどん上がっていくじゃないですか。いやちょっと 3S に負けないように頑張ろうと、ね、本当だよね。だからさ、その 3S もそのお医者さんの加盟ね問い合わせ来てますけど、本来お医者さんにはこちらからお金を払ってなんか技術監修とか顧問料とか払わなきゃいけないところをなぜか加盟していただき、ロイヤリティをいただきながらいろんなアドバイスをいただける。武田塾にもお医者さんの加盟多いじゃないですか、うん、でお医者さんっていうのは本当いろんな人がいるんだなっていうのはね、よく今回分かりましたね。今現在武田塾のオーナーさんの職業ランキング1位は医師です。初めて知りました。本当、十数名いらっしゃいますね、140分の十数名が多分お医者様なんですよ、だからやっぱこう医師免許を取る勉強だったり、あの医学部を目指したところに勉強でやっぱ参考書が早かったよねと、そういう経験とかね、思ってくれたりなんじゃないでしょうかね。竹村さん、2022年何件行くんですか。直人は物件と人のとこがあるからね、特に人もあるから。でもまあここから20から25ぐらいは増えますね。もうだ合計32件そのぐらいまでは間違いなくいくと思います。予言の書を書いていただいたじゃないですか、はいはい、まさにその通りぐらいに今のところ全てが大体そんなもんだよね。だからこれはゼロから作ってるからさ、フランチャイズとして大体その通りになっていくと思うんです。ゼロ時募集でこうなるのも設計通りだし、
まあ、非常に安定してるよ、うん、安定してるってことはその通りになるよ。だから次のポイントはだからやっぱり来年の夏頃、そこに既存店のその増店のブーストがどのぐらいかかってるかってことだよ ね、まあ、武田塾だとその2校舎3校舎やるオーナーさんが続出したんだけれども、そういう状態になるか、うん、そうそう、うん、それが来年の夏までにそういう状態になってるっていうのが絶対的なポイントだよね。年内には30件ぐらいのフランチャイズ本部の社長っすよ。やばいっすね。1年前まだ何もなかった。何もないのにね。いやだからますますその最近タイガーファンディングとかこう募集かけてるじゃないですか、うん、僕あれ聞いてて思うのが、令和の虎は出ましたけど、タイガーファンディング募集あるよって言われても多分絶対出てないそうなんですよね。 FC やるなんて全く想定してなかったんで。まあ、そうですね、渡辺さんは令和の虎出身ですよ。ただアプリで出演された方ね、フランチャイズにしないって言ったら僕なんで。そうなんですよ。本気でがましいんですけど、大体アプリダメなんで、アプリでどんどんつって、どんどんつってフランチャイズに流そうっていう。ね、ダメって言ってたら難しいって言ってる。キャリアと実力を考えたらこれは店舗展開できて、その収益をアプリに突っ込もうっていうね。令和の虎で一番すごいんじゃないですかね。日本最大の生態チェーンとかになっちゃうんじゃないですかこれ。今なら日本最大の生態チェーンの初めの方に混ざれるかもしれないですけど、まだどうなるか分かんないですよ、ね、ここで、ね、成長が止まるかもしれない、滑るかもしれないですね、はい、だけど今武田塾加盟しようと思ってもね、エリアがないなってよく思われるわけですよ。将来400とか500とかなるチェーンの初めの方のフランチャイズ募集ってのはまあまあ熱いんじゃないかなっていう気もするし、まあリスクもあるかもしれないし、またあの加盟説明会見たい方は AVA のホームページから見れますんでね、見てそれで竹村さんとウェブ面談してよければあの若林様に到達しますんで、はい、昨日も SNS から個人に来ました。ね、まで、うん、で竹村さんに相談してこのリンク渡しといてみたいなんで、うん、見てもらってみたいな。でただ最近その結構言われるのが、このフランチャイズチャンネル撮影させてもらってるじゃないですか、で林さんが新宿に喋ってもらうじゃないですか、だからやっぱり竹村さんの面談を通っていただいた方でも結局投資方でしょみたいな、林さんのポジションを憧れるみたいな感じで言われる方はやっぱり結構多いですね。投資方そうです。だけどね、一応ねうちの会社はその僕が直でやらなくたって他の社員とかいるわけだからそういうのもよろしくお願いします。で投資方だと僕のせいで誤解されてるわけですね。いやなんかそれうまくやったらそれでできるんじゃないかとはみんな思うよね。いいそのセラピストさえ出会えれば、まあそうですね、みたいな。まあそれもあるんですけど、僕クラスの経営力があればいけますよね。だけどなかなかそういう人いないでしょ。愛を持ってその店舗をね、あの見ていただいて、それが基本です。だけど、まあ、なんだ結構大きい会社で担当者つけて、ね、その担当者がしっかり管理すればね、まあ、分かりやすく言えばトモハッピー型ですよ。武田塾はあのトモハッピーも加盟していただいてますけど、しっかりとした副社長がいるわけですね。でその副社長が武田塾管理してるから、トモハッピーは多少数字の方向聞いてるだけで、あ黒字化したんだ、あよかったよかったみたいな、フランチャイズの話聞いてます勉強になってますみたいなことを言ってくれるわけですよ。そうね、だからそういう状態に近いですよ。僕だってその細かなやり取りとかってのは担当者がいるわけですから、投資型のように見えるような業態に作ってるんですよ。それはなんでかって言ったら多店舗展開してほしいから。だから1店舗から自分が体を入れてっていうことでもできるんだけど、そうじゃなくてやっぱり全国制覇していきたいとなったら、一つやった人が次と、まあ、1号店の大井町のオーナーみたいな感じで動いていただけるようにこう作ってるんで、それは多店舗展開するためにってことだからね。林さんは実際新宿院の集客にもめちゃくちゃ貢献いただいてるじゃないですかはいはいそうそう、その辺が結構こう伝わってないオーナーさんはいらっしゃったなっていう感じですね。なるほどね。まあ、はい、集客が一番大事ですからね、そこをやればいいわけで、僕はそこだけやってますんで、ということですね。やっぱりすごい経営力のあるオーナーさんを基本的にはね、あのどのフランチャイズも募集してますんで、いいなと思う方はぜひ。はい、どうもどうも。